タレントのマツコ・デラックスが5日、フジテレビ系、バイキングに生出演。男子フィギュアの羽生結弦に、国民栄誉賞が授与される見込みであることを受け、ハブくんがもらう、もらわないは関係ないとした上で、数が多すぎやしませんかと、同賞受賞者が多すぎるのではと疑問を投げかけた。番組では、ハブに国民栄誉賞が授与される見通しとなったニュースについて、議論。 番組展開記念ゲストとして出演したマツコは意見を求められ、ハブ君がもらう、もらわないとは全く関係ない。それはおめでたい話とした上で、私が若かった頃に比べると、ちょっと国民栄誉賞の価値が下がったかなっていうのは、すごく思うとコメント。もしもハブが決まれば、2012年の第2次、安倍政権になって、歴代最多の7人目の国民栄誉賞となるが、その人数が多いために、 価値が下がったとの意見を挙げた。マツコはさらに昔の国民栄誉賞は文化勲章に匹敵するくらい、ミソラヒりリさんだって亡くなってからでないともらえなかったと以前の国民栄誉賞は希少価値があったと指摘、それをこんなに連発してしまって特に安倍さん大好きだから賞をあげるのが、ちょっと価値を下げちゃってないハく君だから、 議長さんだからと言っているのではなく、数が多すぎやしませんかってちょっと前々から思っていた、と国民栄誉賞に対する印象を語り、坂上氏の部もそう思うと同調していた。